ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、大変にいい話の内容がまとまりましてね、僕は昔からですね、よく教育的な分野では言ってたんですよ。子供に対して欠点を指摘すると、その子供はその欠点の方に行ってしまうよと。これはよく教育学で言うんですね。例えば、子供の発達段階によるんですけども、お母さんがいつも間違うのはですね、子供がまだ日本語よくわかんない時に、あなたグズねっていうのが典型的なんですね。あなたグズねっていうと聞いた子供はですね、お母さんがあなたはグズだから、大人になってこのままじゃ心配だから素早くやりなさいねって、そういう文章をカットして、あなたグズねって言っちゃうんですよ。そうすると子供はですね、お母さんがグズになりなさいと聞くことが多いと。いうことがありましてね。子供には前向きのことで注意。注意っていうのは前向きの方に注意するというね。もう少し素早くやんなさいねと。これはいいわけですね。それから、小学校の高学年ぐらいになると先生が励ますためにね、子供を励ますために少し批判的なことを言うんですよ。君はね、こういう点がダメだからねってこう言うんですよ。で、先生としては愛情があって、その児童にですね、君はこういうとこがダメだから、しっかりやんなさいねって言うんですけど、しっかりやんなさいねって言うんだったら、しっかりやんなさいの方を言えばいいんだけど、それもね、子供の中に少しでもいいところ、その面でね、その意味の中でよく考える子供だけどもっていう時にはね、君はよく考えることで非常にいいんだけど、考えが少し偏ってる時が多いから、やっぱりもう少し広く見てから考えた方がいいよとかね、こういう言い方をすれば子供はいいんですよ。だけど悪いことを悪い方に言うとダメなんですね。それで、これについてはですね、もう私じゃなくて、教育関係は偉い人がいくらでも言ってるんですけども、歴史的にね、もう歴史的にも言ってる人多いんですね。その歴史的に言ってる人で、一番偉くてちゃんとしてるかなと思うのは、皆さんよく知ってる楠木正成ですね。日本の朝廷がね、南朝北朝って二つに分かれた時があるわけですね。天皇陛下は一筋じゃなくて二筋になったことがあるんですね。その時に南朝側、少し弱い側について、孤軍奮闘、南朝の天皇陛下を守った主な人が楠木正成で、非常に尊敬できる人物ですよね。強い方につく人っていくらでもいますが、弱い方について正義を頑張って、それで戦い抜いたっていう偉い人ですね。その人がね、こう言ってるんですね。人には必ず欠点がありますと。欠点のない人ってのはありません。それで、他の人がその欠点を直そうと思って、その人に注意すると、その人は、もちろん、その欠点も含めて自分であるってことよくわかってるし、腹が立つわけですね。だから、人間関係がまず悪くなる。だけども人間関係悪くなっても相手の欠点を直せるんならいいけども、実は逆になってしまうと。人間の心っていうのは自分の欠点はよくわかってるので、欠点を注意されるとムカッと来てですね、なおさらそれを守ろうとする。つまり意固地になるってことですね。だから、むしろ人に欠点を注意すると良くないと。良くない方向に行くと。結果的にはですね、注意する人は、その人の欠点を直して、チームならチームのうち欠点のある人いてね、その人を注意して、そして治るというふうに思って親切心で言ってもですね、その人は逆側に行きますから、結果としてその人の欠点は治らないし、全体のチームワークも悪くなると。こういうことを言っておられますね。大変に、楠木正成なりのね、やっぱり素晴らしい、やっぱり着想だなというふうに思います。私もそう思いますね。もう少し年代順にきちっと整理しますと、小学生の時にはね、若干欠点も指摘してもいいかもしれません。その欠点の指摘の言い方を気をつけるってことですね。あなたグズねとか言っちゃいけないと。ね。お前バカだなって言っちゃいけないと。もう少し、最初お母さんなんかそれだけ時間がないですから、あんまりそう回りくどくなくね、素早くやんなさいねっていうふうに前向きの方で言ったらいいと思いますし、学校の先生なんかは、その子の長所を言いながら欠点を直すようにするっていう、ちょっとそういう高級技術が必要だと思います。中学生ぐらいになりますとね、
まあ、思春期に入りまして余計反発心が出てきます。この反発心とは自分を良くしようっていう心ですからいいんですよね。だからそうすると今度は注意もですねほのめかすぐらいですね、ちょっとこういう傾向があるかもしれないからねなんつって、だけどいいところが多いよとかはそういう言い方ですね、まあ、君はよく勉強するけどちょっとこういうところがまだあるからななんて、そのくらいの言い方になりますね。それで25歳を過ぎますとね、人間の頭って出来上がってしまいます。人間の頭は3歳から25歳で出来上がってしまって、もう25歳を守っていかないと人生65までいかないんですよ。やっぱりね、自分の意見がフラフラしてたらやっぱり幸福な人生は描けないんで、そういう防衛的な面でも人間の頭っていうのは25歳のところで固まってしまうんですよ、ほぼね。よっぽどの人じゃない限り頭は固くなるんです。それで守るんですね。守るってことはどういうことかって、欠点を指摘されたらますますひどくなるっていうことなんですね。まあ、この欠点を指摘されたらますますひどくなるという人間の性質をぜひネットでね、よく人を非難してる人が多いんですよ。あれは多分善意の気持ちもあると思うんですよ。注意してあげて、ネットの人はお互いで話し合ってするわけじゃないからね。だからここのネットのコメント欄とかそういうとこで欠点を注意してあげた方が改善されるというふうに思ってる人が多いんじゃないかと僕思うんですね。僕のコメント、このひばりクラブのコメントもちょっとねそういう毛があるんですよ。実は僕コメントをずっと読むようになって、である程度コメントの中身を批判したり、僕の方から見てこうだってこと言いましたね、ますますちゃんとこの理屈に沿ってですね、ますます批判がなくなるなんてことはないんですね。だけど多分その人たちは批判によってこのひばりクラブのひばりクラブを良くしようと思ってるわけです。まあもう悪くしようと思ったら別に労力かけてこんなキーボードなんか打ったってしょうがないですからね。だからそういう意味では批判する人は善意かもしれないが、批判すればするほど悪い方向に行くわけですね。それをこの際ね、まあ、お母さんにも考えないってもらいたいし、それから学校の先生にも考えてもらいたいし、それからコメントする人にも考えてもらいたい。職場の人でもね、批判は改善になりません。じゃあね、やっぱり批判すべきところあるっていう考えがあるでしょ。その時はね、改善を期待せずに事実だけを述べるっていうのが僕はいいと思うんですね。まあ、楠木正成はそこまで言っておりませんし、まあだけど、教育関係ではそのくらいこうフランスの教育学者とか言ってる人はいますね。したがってですね、事実だけ言うんです。事実だけ言ってその人がその事実だけを聞いたときにどういうかっていう問題なんですね。これ難しいんですね。自分を反省して言いますとね、参政党の本部ってのは嘘つきなんですよ。これは事実なんです。だから参政党は嘘つきだっていうのは非難じゃないんです。ここまではね。参政党は嘘つきだ。嘘つきは日本の社会に悪いってまで来るとこれ批判になるんですね。ですから、嘘つきと、まあこれは嘘つきは事実だから。だからもう嘘ばっかついてるわけですから、嘘つきだってのはいいと。ただ、その後ね、誰々さんは嘘つきだから社会にこういう悪いことになるってことは言わない方がいいんでしょうね。結局、またその嘘がまた増えていくということになりますからね。例えば、まあ40歳ぐらいの人で嘘つく人っていうのは嘘をついた方がいいと思ってるから嘘つくんですよ。嘘が悪いと思ったら嘘の量が減るんですね。ですから悪いことって批判するべきことっていうのは事実でもって批判するとか、私はこう思うっていうのはいいんですね。これは批判するには当たりませんね。私の考えとあなたの考えは違うっていうのは別に全然批判でも何でもありませんのでね。だからその意味では僕も随分注意しなきゃいけないと思いますし、それから日本を良くするためにはね、やっぱり人の欠点は指摘しないと、まあ、人の論拠でも論拠のまずいところも指摘しないと、まあ、いうのが重要かもしれませんね。つまり今僕はなんでこんなことを言いたくなったかって、やっぱり日本はこう、まあ、参政党が嘘つくのはいいにしても自民党がね隠し金なんかを作ったりして、裏金なんか作ってね。まあ、政権はあれだけになってる党が、裏金はいけないですよね。しかも、僕はこのブログにも言いましたからですけど、繰り返しになりますが、年金がね、月に3万かなんかで、
お腹が減って140円のカレーパンを盗んだっていうか棚から取って食べたと。そしたらもちろんお金ありませんから、泥棒ということで逮捕されて、起訴されて裁判になってって、ね、全部やって、そして、30万円の罰金になっちゃったと。まあもちろん払えませんから払わなかったようですけどね。で、なんでだっつったら、いや、犯罪は犯罪だ。お腹が減って、もう餓死する寸前だって。140円のパンを盗んで食べちゃいけない。金がない？いや、金がなかったら死ねばいいじゃないかって。まあ、そんな感じになったんですよね。ところが、それと自民党の裏金、500万以下なら、まあ、大したことないから。だから、幹事長が注意するだけで済ませようと。まあ、2000万以上ぐらいだったら、やっぱりね、なんか資格停止とか、なんか処分しなきゃいけない、なんていうことになったんですよ。と思いましたね、僕は。500万だったら犯罪じゃないんですかと。あの裏金って言ったら完全に法律違反なんですから。完全な法律違反ですから。完全にパンを、まあね、お腹減ってパン食べるよりかね、お金があるのに500万ごまかす方が、それは罪が重たいですよ。僕はそう思いますね。だけど、これをどういうふうに注意をするか。だけど僕は、この今の日本がね、そうなってきたのは、やっぱりね、注意が度が過ぎてますよ。度が過ぎてる。例えば静岡県の知事の問題ね。これも最近の問題ですから皆さんの関心がある。もう日本中がこぞってね、あの知事はおかしいって言ってはいるんですよ。だけど僕に言わせればね、あの知事は4選なんです。4回当選してる。1回目はもちろん接戦ですね。知事としての実績がないから接戦で勝ちました。しかし2回目。4年を知事をやった2期目の選挙は、もう圧倒的に強くて、100万票ぐらい取ったんですよ。で、投票率もすごく高いんですね。まあ、衆議院議員並みなんですよ。選挙並みなんです。から、3回目の選挙も90万票ぐらい。4回の選挙も90万票ぐらい取ってるわけですね。それで、まあ、いろいろ特定の会社の応援を得たとかありますけどね。特定の会社の応援を得ようがなんだろうが、知事の4年間の最初の実績から以降ね、まあ、静岡県の県民が大きく支持してるわけですから、僕みたいに東京と愛知県のね、住んでる人は、まあちょっと言う資格ないですよ。僕そう思いますね。ところが、なんであんな風に激しいバッシングになるかっつったら、やっぱり今のね、社会は、一つの欠点を指摘する方が前進するよりか簡単ですからね。まあもちろん法律があればいいんですよ。なんか人の欠点とか、なんかのものの欠点を注意するときには、前向きのことを言わなければ欠点を言っちゃいけないとかね。批判をするときには、前進的なことを言ってから批判しなさいとか、まあ、そういう法律でもあればいいんですけど、まあ、そういうわけにもいかないんでね。もう批判だけする人がいるんですよ。まあそういう人はね、まあ楠木正成によれば、もう人生暗くなって、貧弱な人生を送ることになる。人には欠点が必ずある。欠点が全部なくなるわけにはいかない。これは人間だからしょうがない。だからお互いに欠点を指摘するんじゃなくて、前に向こうじゃないか。これをやるべきだと。いう方を言ったらいいと。欠点が目についてもそれは言わないと。ね。言わなくて、じゃあこういうふうにあなたは考えてる。私はこっちの方がいいと思います。っていうね。まあそういうことの方が、まあいいんではないかと。まあいうふうに思いますね。まあそうすると僕なんかでも随分まあ考えることあるわけですよ。クールビズなんてね、ネクタイ外してやったら2度下がるなんてあれ嘘だから、だから僕はすぐこういう嘘をね、科学的な嘘を指摘したくなるんですけど、そっちを我慢して、まあね、ネクタイ締めたい人は締めたらいいじゃないですかと。石油は4000年分あるんだから大丈夫ですと。新しいエネルギー源としては太陽の熱は99倍になる可能性も高いし、それから宇宙からのエネルギー、ね、マイクロウェーブのエネルギー導入ってもできるし、まあね、エネルギー源っていっぱいありますから、特に心配ありませんと。まあ、ネクタイを締めて28度以上で汗だくで仕事をするなんてのは馬鹿らしいですからね、というふうに全身的なものを同時に話をしたら、やっぱりみんなも全身的な意識も高まるし、知識も増えるんでね。やっぱり日本の発展には楠木正成だと。まあ、こういうふうに思いましたんで、今日はそういう話をいたしました。